FS-1500 型フリゲートは、ドイツが設計、建造した、K フリゲート、コルベット。主として、輸出に供され、コロンビア海軍が、アルミランテパディア級マレーシア海軍が、カスツーリ級として運用中である。本型は、ドイツのブロームーンと、フォス社及びホバルツベルケドイツ造船者が共同で、開発した、輸出用の K フリゲート、コルベットである。 BV 社のブランドである名工型フリゲートと同様の中央線路型船体にモジュール化設計を導入しているが必ずしもオリジナルの名工コンセプトにとらわれず小型の艦型に最適化した設計を採用した小型の対戦フリゲートとして設計されており2000トン級の艦型に対してかなり大きく強力なソナーを搭載しているまた西側で 標準的な単魚雷発射艦に加えて、カスツーリ級は対戦ロケット砲も搭載しており、戦海域での対戦戦に対応している。また本型は、エグゾセ艦隊艦ミサイルの搭載により、小型艦ながら強力な耐水上打撃能力も有している。その一方で、防空力は艦隊規模相応であり、対空火力として期待し得るものは、 不評用の携帯式防空ミサイルを艦載化した簡易的な近接防空ミサイルと手法のみである。搭載する C4I システムも簡易化されたものであるが、カスツーリー級は双方向のデータリンクであるリンク Y に対応している。これは同海軍の艦隊で標準的なデータリンク規格である。なお、カスツーリー級は2009年に大規模な近代化改装を受けた。 これによって、エグゾセ艦隊艦がミサイルは、新しい MM40 ブロック2に更新され、複砲は、新型で、近接防空に優れた、ボフォースマーク 257mm 単装速射砲に換装された。また、戦闘情報システムも、スーコ4から、同じシリーズでもより新しいタクティコスに変更されている。また、2012年からは、アルミランテパディーヤ9も、 タレスグループによる近代化回収を受けている。戦闘情報システムをカスツーリキュート同型のタクティコスに換装したほか、低空警戒、対水上レーダーをスマート、S マークに、下機関性レーダーをスティング、エオマークに、エンジンを 6M-93 ディゼルにそれぞれ換装する。ほか、ミラドール電子工学式多目的センサー。 ビルジルレーダー電子線支援システム、トルマ SKSWDL-12T デコイシステム、新型通信システムを装備する。ありがとうございます。